WBC 始まるじゃないですか。はい、福永さんが監督だったら どのメンバー選ぶの？若手を選びたい。もう日本はさ、代表組んだら何でもかんでも勝たなきゃいけないとか言って、プレッシャーかけまくるでしょ。それだったら俺は若手が出て行って、勝ってきてくれよみたいな。国際試合は、俺もやったことあるけど、パワー系は通用しないっていうのがあるみたいな。を入れるという。なんで意外そうじゃない？俺の大好きな選手。そうなんですか？そうそうそう。はい、皆さんこんにちは。上田剛です。じゃあ、こんにちは。今日は、高木豊さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、とんでもないです。ありがとうございます。先ほど豊さんの方のチャンネルで、はい、もうバンバン喋らせていただいて、はいはいはい、引き出すだけ引き出したみたいな。ありがとうございます。はい、僕の方のチャンネルでは、はい、ちょっと僕結構いろんなベストナイン喋ってもらったりとか、はい、そういう結構ファンがやってほしいなっていうような企画結構あって、それをいつもやってもらうんですけど、うん、今日は、はい、ちょっと豊さんと WBC 始まるじゃないですか、はい、WBC どんなメンバーになるのかを一緒に当てていきたいなっていう。当てんのか、当てるか、もしくは、まあ、例えば剛の理想とするチームを作るのか、はい、俺と俺が理想とするチームを作るのか、はい、どっちの当てるの答え合わせ、まあ、相当先になるぞ。そう、あ、そっか。いや、まあ、当てるというよりかは、うん、まあ予想。豊田さんが監督だったら どのメンバー選ぶ、 WBC どのメンバー選ぶかっていう。なるほど、はい、っていうのをちょっとやっていこうかなって思うんですけど、うん、大丈夫ですか？いや、いいよ、全然いい。いいですか？全然いい。いや、なんかその豊田さんの目線ではこういう選手、あ、こういう選手選ぶんだ。俺ね、まず基本的に若手を選びたい。若手を選びたいですか？うん、へえ。まあ例えばヤクルトで言えば、そう、奥川とか、はい、今まあ肘のね状態で、はいはい、投げれないけども、まあ高橋奎二とか、はいはいはい、まあ例えば中日の高橋宏とか、はいはいはい、まあ佐々木朗希だとか、はいはい、ああいうなんか若手を選びたい。ああ、え、それはそこには何か理由があるんですか？勝ちたいか。いや WBC を、いや、それは勝つことにこうしたことはないし、はいはい、例えば第1回目の時にイチローとか、あ、ダルビッシュだとか、いろんなこう一流のプレイヤーを呼んだよね。それは勝たなきゃいけないと思うんだ、絶対に、はい、でも WBC 現地行ってごらん、全く2キロ範囲知らないから、外れたら WBC が現地でやってるって。え、いや、そのぐらいの大会だよ。そうなんですか。俺行ってびっくりしたもん。豊さんが行かれたのは第1回2回1回2回、まあ確かにアメリカが決勝に出てないから、もう興味が失せたのかもわからないけども、だってアメリカの選手が出てきて、例えば5回まで投げさせないとダメだとか、はい、50球超えて投げさせちゃダメだとか、そういうルールの下で世界一を決めてるんだよ。あ、いや、それだったら俺は若手で優勝して帰ってきてほしいな。なるほど。だから、まあ例えばキャッチャー松川とかさ、はい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 、まあファーストはやっぱこの看板である村上、ね、まあサードかで岡本ファーストでもいい、はいはい、ね、でセカンドは、あ、ショートは長岡でもいいとか、俺はなんかね、次の時代のこう選手をこう選んでほしいなと。それが経験となるから。もう日本はさ、代表組んだら何でもかんでも勝たなきゃいけないとか言って、うん、プレッシャーかけまくるでしょ、まあ、開幕の前からプレッシャーかけまくられて、それも自主トレも大変でしょ、キャンプも調整するのが、はい、だからそれだったら俺は若手が出て行って勝ってきてくれよみたいな。へー、そう思うんだよね。はあ、どう思う？いや、なんか僕はもうガチのメンバー組んで絶対チャンピオンを取ってこいみたいな感じなのか。ガチのピッチャー誰？まあそれはもう本当よく言ったらダルビッシュさんとか大谷。あ、いるな。そう、アメリカも入れていいのか。いいですよ。いや、そりゃ優勝するよ。はい、もうそれこそ本当にその辺のメンバーつぎ込んで、もう本当日本っていう日本人のチームでガッツっていってほしい。エースは誰に立てるの？まあ例えばローテーションを組むとしたら誰が頭に来るの？ローテーションの頭、
へえ、それはもうダルビッシュさんじゃないですか。いや、それは俺と一緒だね。一緒ですか。いや、それガチで組むんだったんだ。あ、もうガチじゃない。ガチ、はい、ガチでガチダルビッシュだよ。ですよね。もうそれしかいない。じゃあ大谷の扱いはどうするの。そこなんですよね。いや、ほんとそこなんですよ。そんな悩むな。本当じゃないんだから。いや、もうちょっと軽く来いよ。でもやっぱ僕は常に野手で出てもらって最後も抑えに行ってっていうような感じです。ああ、それじゃあ僕出ませんって言うよ。言います。そりゃ言うよ。だってアメリカでも守備ついたことないから、はい、俺は DH だったら出てくれると思う。ああ、投げない、はい、DH、はい、まあ、投げても1試合かなっていう調整登板みたいな感じで、はい、でも大谷もいるよね。いや、入ってほしいんですよね、そこに、本当に。いや、多分ね、栗山でしょ。栗山さん、そこら辺のパイプは持ってるから絶対連れてくるよ。それが看板になるよ。それはダルビッシュだって一緒じゃない。それは連れてくるよ。本当ですか。いや、他の、なんていうの、所属球団が OK すればね。え、あれって栗山さんがいかにどう口説くかだけの話なんですか。いや、もう話はもうできてると思う。いや、そのために俺栗山が監督になったんじゃないかと思ってる。ああ、大谷とダルビッシュさんを、うん、もう入れるために、うん、それが看板だからさ、はいはいはい、それがいるだけで視聴率取れるし。いや、めちゃくちゃ盛り上がりますよね。スポンサーつくじゃん、はい、だってアメリカだってトラウトとか出るんですよね。あ、そうそう、向こうもなんかガチで出すみたいな、はい、だったら日本もガチでいかないとなっていうのがあるんで。いや、もうそれだったらいいですよ。ガチでいきますよ。じゃあガチの高木ジャパンお願いしていいですか。いや、だからもうダルビッシュだよな、はい、じゃあピッチャーからまず、うん、ダルビッシュだよ。ダルビッシュ、いや、エースはダルビッシュ。エースはダルビッシュさん、うん、で、あれって先発何人。先発4人ぐらいじゃないかな。で、中継ぎが、まあ、4人か5人、9人ぐらいですよね、大体。まあ、そうで、抑えはやっぱり2万ぐらい欲しいよな。ああ、アクシデントがあったら困る。はい、うん、で、先発4人いくなら、まあ、もちろんエースはダルビッシュさんいるじゃないですか、うん、エルビスダルビッシュさん、うん、次 2番って誰ですか。まあ、2番手は俺は佐々木朗希君、ね、ほう、これは僕も入れたいってこと。入れたよね。まあ、4人言えば、まあ、順番はともかくとして、はい、あと山本由伸、うん、はい、もちろん、はい、もちろん、あと千賀かな。ほう、もうこれ4人、うん、どこ誰。いや、僕は左一番欲しかったんで刑事入れたかったんですよ。思い入れ強いな、お前。いや高橋奎二も十分代表クラスのピッチャーじゃないですか。いや、日本ではね、はい、ただ俺はね、変化球は少ないんだよ。あ、特殊ボールがないんだよ。アメリカ打線だといかれちゃうから。いやいや、まっすぐはいかれる。いかれるんですね。やっぱり変化球を持っとくといいよね。あ、それ言うんだったら優勢入れたらいい。おお、ほう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 。あ、そっか、うん、菊池優勢がいるんだね。そう、いや、優勢を入れるといい。おそらく向こうにも慣れてるしね。ああ、そうですね、うん、はい、じゃあもうダルビッシュさん、佐々木朗希、山本由伸、千賀4番です、うん、中継ぎお願いします。中継ぎは宮城、ほう、オリックス、うん、はい、で、与座、西武、うん、はい、で、パワー系が欲しいから誰だろうね。あ、田口とかも入れたい。どうですか、うん、ほう、やっぱパワー系が先発に多いんじゃない、はい、だから目先を変えたいんだよね。はい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 。だから青柳とかも入れたい。青柳、あとは森下か、うん、はい、ぐらいを入れたい。ああ、なるほど。だから、いや、僕なんかどうしてもやっぱパワー系に走っちゃうんですよね、中継ぎも。俺、あの国際試合は俺もやったことあるけど、はい、パワー系は通用しないっていうのがあるんだよ。そうなんですか、うん、だからあの藤川球児さんとかもう、もうメジャーでじゃあ成功したかって言ったら成功してないよね、はい、やっぱ特殊ボールがある人間の方がやっぱ成功率は高いよね。え、あの第1回大会で渡辺俊介さんがいたじゃないですか。あれってこうハマったんですか、やっぱり。いや、そんなにハマってない。あれは遅すぎる、逆に、うん、遅いから、何でも遅いから対処できる、はいはい、ただやっぱこう青柳とか与座とか、はい、緩急使えるからさ、こう下からも、はい、だからいいかなと思って、目先を変えて、宮城っていうのはもうこういうピッチャーです、はい、がいいかなと思って。じゃあ勝ちパターンのこの7、8、9っていうのはもう誰ですか、うん、まあ青柳はオリンピックで失敗したけど、はい、
まあ、青柳、まあ、でも阪神の湯浅とか、はい、とかでもいいんだよね、面白いんだよね、角度もあったり、あったりとかさ、あとモイネロがいてくれたらいいんだよ。モイネロ分かる、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 分かるやん、分かります、あれは打てんよな、打てないからモイネロやばいですよ。いや、だから松井とかもいいかなと、はい、ああ、はい、うん、松井とかもいいし、まあ、最後の抑えは大勢かな。おお、巨人、うん、なるほど。あれはやっぱりね、ボールが動くし、はい、球力あるし、はい、まあ、落ちる系のボールがあるから、はい、まあ、結構面白いかなと思う、ね、うわー、なるほど。そうですね、大勢がいましたね、大勢、ね、平はどうですか、逆に西武。あ、平はね、パワー系だけどちょっとざっとしてんだよね、コントロールが。あー、やっぱり日本の特徴ってコントロールじゃない、はい、で、大勢もないけど、はい、あのざっとしたコントロールしかない、はい、だけど平よりもこう落ちる系のボールだとか、はい、ボールのキレがいいよね、はい、今年はね、はいはい、まあ、来年だったらどうなるか分かんないけどさ、まあ、だけど大勢なんかは面白いかなと。大勢が抑えですね、代表の。もう入るんじゃないですか。いや、でもあの分かんないよ、先発がその時調子悪ければあの抑えに持ってくる可能性があるよね。だから本当は山本由伸みたいなコントロールが良くて、あれだけ速くて落ちる系のあるとかカーブもある、ああいう系が抑えにいてくれると安心だけどね、はいはい、栗林とかもいますよね。栗林はちょっと疲れてんな、今年見てると。あ、だから今年またフルにやって来年ってなると大変じゃないかなと思って。疲れが、うん、監督だったらね、俺が、はいはいはい、まあ、ピッチャーはざっとそんな感じ、まあ、そんな感じだろうね。もう一番もう注目の楽しみの野手なんですけど、キャッチャーどうしますか。キャッチャーはやっぱもう経験値の下位だよね。ほう、まず外せないのは、はい、あとそうだな、松川も連れて行ってやりたいんだよね、ロッテ。やっぱり世界を知るっていうことは今後日本のために、まあ、必要なことかなという、まあ、あとは佐々木朗希を入れてるのだけに。松川、佐々木朗希は誰が受けても大丈夫だよ。大丈夫ですか。勝てるよ。あ、本当ですか。うん、だけど、まあ、松川のあれだけの落ち着きとかさ、はい、そういうのはすごく非凡なもんあるしね、はい、ただあの、なんて言うんだろう、日本のプロ野球の今後を担う選手は松川、キャッチャーね、はい、とすればちょっと連れて行きたいな。おお、甲斐、松川、うん、キャッチャー。キャッチャーはまあ大体2人ですか、もう1人ぐらい。いやいや、3人いるよ。3人いますか。そしたら相澤か、俺は木下だと。おお、中村もいいけどね。はい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 、だからその、まあ、松川入れるんだったら相澤、中村、木下の3人のうちの1人だと。もう状態のいい、うん、で松川はまだ若すぎると、まだこれからもチャンスがあるっていうんだったら相澤、木下、中村のこの3枚の中の2枚、2枚おと俺は思ってる。はいはいはい、そうですね。どうなの。いやいや、僕もまあ言ったら同じとこなんですけど、僕の中でも3人は甲斐、森友哉で中村でしたね。3人は森友哉が難色示すんだよね、ああいう代表のそのチームに対して。はいはい、だからなんかないかなと思ってちゃいますよね。まあ、それはやるっていうんだったら、うん、それ入れたい選手だよね、はいはい、あれだけ打ててキャッチャーができるっていうのは、ね、いないからね、はい、僕は森友哉入ったらいいなと思ってますけど、ファーストどうしますか。まあ、ファーストとか内野手ですね。内野手な、まあ、岡本がファーストかなって、村上がサードやるんだからね、はい、岡本がサードだったら村上ファーストになるし、はい、この2枚っていうのは俺決まりでいい、ね、決まり、うん、あとはやっぱり二遊間は、まあ、早と、まあ、怪我の具合もあるけども、これあの日本のキャプテンだよね、はい、だから隼人は入れたいし、哲人も入れたいし、はい、その守備固めみたいなのに菊池がいるし、はい、その守備固めに源田がいると、はいはいはい、でも源田よりも今は今宮かな。おお、バッティングの状態がいいしね、はいはいはい、うん、でも源田も1枚入れときたいよね。あの子はどこやらしたってうまいから、はい、そうですね、うん、こんな感じになるのかなとか思うけどね。一つあと牧だ。ほう、 DeNA、 うん、牧はあの状態で岡本の代わりに
ファーストもできるし、はいはいはい、代表の試合で、うん、こうまあ、いわゆる日本の今プロ野球でもあるダイソー要員とかバント要員とか内外野の守備固めっていうのも必要なんですか？ああいう、いや絶対必要。あ、必要なんですか？うん、特にあのダイソーはいるな。はい、まあ、監督によってその作戦の立て方っていうのは違うと思うけど、はい、やっぱりダイソーはいるな。ダイソーはいる。岡本が出て1点を取りたいって言った時にやっぱダイソー使いたいでしょ。そうですね、うん、でもキャッチャーもそうだよね、はい、下位の代わりのダイソーだとか、はい、まあ、外野手は大体足が揃ってる選手、まあ、そうですね、まあ、例えば鈴木誠也とかさ、はい、そういうのが選ばれると思うけども、はい、まあ、そこら辺にはダイソーはいらなくてもやっぱりいる人間はあるよな。ノイはどれなの？いや、僕内野はですね、村上は決まってますね。サード村上、僕はファースト浅村だったんですね。ああ、いや浅村もいいよ、はい、あと俺小園も連れて行ってやりたいです。小園、うん、カープですか？うん、そうそうそう。へえ、なんで意外そうじゃない？俺の大好きな選手。え、そうなんですか？そうそうそう、小園はあの日本を背負っていくよ。本当ですか？ちょっと分かんないけどいやいや、でもそのぐらいのポテンシャルを持ってる子だ、はい、ただどういう風に育つかどうかなんだけど、はいはいはい、それはやっぱりね、菊池と二遊間組んでていい勉強してると思うよ。あ、そうですね、うん、だからその小園も連れて行ってやりたいしね。それは長岡だって連れて行ってやりたい。あ、はい、だから俺もうさ、オリンピックでさ優勝した人間はもう連れて行かないって。だって経験値がどん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 増えていった方が日本の宝が増えるわけ。あ、そうですね。だから俺若手を連れてって言ってやれんかなって思ってだけの話です。第1回も亀井さんとか、第2回か、亀井さんが行ったのは、うん、まあ、原監督がね連れてったけど、はい、あれはやっぱり守備が抜群だった。そうですね、そう、打つとか打たないというもう守備固めがいる、はいはい、だからそういう意味ではあのムードメーカーに今川を入れたい。日ハムのそうね、あの元気がいいよ。あ、でもチームにさ必要な人間っているじゃない。だから技術とかそんな大したことないけども、なんかこいつがいると元気になるとかさ、はい、盛り上がるとかさ、はい、まあ、そういう存在で今川なんかいいんじゃないかな。へー、なるほど。じゃあちょっと外野手、外野も鈴木誠也だよね。ライト確定、うん、で秋山翔吾、はい、あとはまあ吉田正尚、柳田、うん、いや例えばその大谷がもう全部 DH で入るって言ったら吉田正尚というよりもやっぱり守備ができる人がいるよね、うんうん、守備が揃ってる人の方が、まあ、そうなってくると、例えばこうずっと見てきて1番バッターとかそういうのがいないとなると、例えば近本とか、うん、スペシャリストが欲しいんだよね。塩見どうですか？入りそうですか？ああいいね。ただ性格的になんかまだ全日本の精神になってもでもあの子もすごく大好きな選手で盛り上げ役にはいいよね、はいはいはい、そうですね、うん、なんか今日ニュースでもセンターが近本か塩見か柳田かみたいな感じだった。あ、まあ、柳田も入ると思うんだよ、はい、経験値からするとね、はい、でも塩見、近本って5人登録でもいいんじゃない？なるほど。外野聖也、秋山翔吾、柳田、塩見、近本、まあ、そんなもん、そんなもん。いいと、それ僕は外野の守備固めで一人入れたい選手がいるんですよ。誰？辰巳だろ。なんで分かったんですか？いや、辰巳うまいもん。すげえ、なんで分かったんですか？いや、お前の考えてる、ね、びっくりした今。分かるよ、お前。辰巳、立って言うとしたらもう出てきた、すごっ。辰巳はいいよね。はい、もう入れたいっすよ。辰巳の守備と肩、はい、うん、もう少し打てればな、レギュラーとしてもいいんだけどね。辰巳選手入れたいっすね。だから今年の活躍からすると松本剛とかさ、あ、近藤とか、ね、はい、まあ、そういうことも可能性があるし、はいはいはい、でも今俺は個人的には今川連れてってほしいあいつはね、はいや俺あいつにはものすごい期待してるんだよ。ものすごく好きな選手が、はい、でこの前あのツイッターかなんか登録したらあいつのすぐ帰ってきた登録返しが本当ですかそういうのも含めて、あ、なるほど、アンテナの張り方がいいなと思ってこれ決めるの大変ですね。いや、それは大変だよ。これ大変だけど、やっぱ監督がね、ヤクルトと日本ハム、そのつながりを俺は大事にすると思う。
それと栗山がなぜ選ばれたかっていうのは理由があると思うんだよ。その理由っていうのはやっぱダルビッシュであったりだとか大谷であったりだとか、まあ、そういうところだと思う。だそこがやっぱり目玉になるからさ、だからそこにこう関連した選手を選んでくると思う。やっぱチームで、まあ、ヤクルトがそういうようになんかすごく仲がいい、その傷の舐め合いじゃないけどもなんかすごくこうロッカールームに来るのが、ね、練習をするのが楽しいって、だからそういうチームを栗山は作っていく。だからそこになんかこいつクレーナー派って話しに行くみたいな選手は入らないから今川入れたら大丈夫だよ。もう今川入れましょう、今川入れてくれましょう。本当に本当に可能性としては清宮も可能性がある。栗山の約束でオリンピック、まあ、昨年終わったけど、はい、あれに出すっていうことで一生懸命清宮にチャンスを与えてた。それが達成できなかったから、まあ、監督の特権じゃ特権だもんな、はいはい、なるほど。これで本当に今川選手が入ったらびっくりしますけど、びっくりするよ、絶対これ見てるわ、見てるよ本当に、絶対そうですよね。いやお前の動画かよ本当に。いやでもダルビッシュさんと大谷選手が入ったらこれは、で佐々木朗希が入ったらこれはもう楽しみでしょうがないですね。いやそれは楽しみだよね、はい、本当にガチで賞金1000億円これが勝ったら選手に山分けすると、はい、そこでおいバント決めてこいって言われたらどえらいプレッシャーですよ。いやそりゃそうよお前、内野なんかもう消滅ビットだ